2012年の目標ですが、まあ、全体的に1年間を通してまず安定してポイントを取ることが目標で2011年,20年は全体的に車がいい時もあれば悪い時にポイントを取れなくて1年間を通した時に満足いく結果ではなかったので2012年はしっかりまず1年間を通して安定してポイントを取ることを ですそして車ですが2011年からみんなで車を開発してきて今の段階ではととしててはすすごくく満足がいく車がいいい車できていると思いますチーム全体で2012年に向けた車作りが順調にそして自信を持って出せると思うので2012年しっかり目標を達成できるように頑張ります。